はい、フッキーズインプレッションです、ご協力いただきます。じゃあ、はい、じゃあ参ります、はい、フロースポーツの高橋です。よろしくお願いします。はい、お願いします。トワルソンの村上です。お願いします。お願いします。はい、はい、トワルソンの寺澤です。よろしくお願いします。はい、あ、これ一枚いい。これ一枚いい。村上さん、はい、3本目ですよ。で、まだ夕方前ですか。最高だね。ですよ、はい、まあ、4時ですか。こっからこっから。はい、トワルソンの本当フラグシップモデルといっていい、アスタリッサですね。これ意外とやってなかった。トワルソンの全ストリングの中で一番売れてるのはアスタリッサなんですよ。ちなみに黒が一番売れてまして、ブラックの125がアスタリッサ一番トワルソンでは売れてる商品になります。構造でいくとナイロンモノストリングっていう形になります。なので真ん中にドンと芯が入ってまして、まあ、その周りをそれよりもちょっと小さな、モノフィラメントが覆ってるっていうような形ですね。ただですね、最大の特徴が、これまあ名前新生の糸って熟語つけてますけども、この星型に見えるここですね、まあ、名前の由来にもなってますアスタリスクマーク、米印、そのマークっていうところをこの形を、1段階、硬いナイロンをここに仕込んでる。私が知る限りこういう技術はまあトワルソンだけなのかなというところですね。はい、まあ、ポリだとあの以前アスタポリ紹介しましたけれども、はい、アスタポリも1段階硬いポリを仕込むっていうそういう商品なんですけども、それのナイロンバージョンですね。こっちが、出てからアスタポリが出たなのにこれをやってなかったという、はい、そういうところです。はい、今日はですね、まあ、この、一手間加えたナイロンモノストリングと、もっと昔からある30年選手ですね、このトワルソンゴールドっていう王道の糸っていうところで本当にど真ん中を行くナイロンモノストリングになります。作り方も非常にシンプルで、これこそもう真ん中にドンと芯があって周りを少し小さめの、モノ芯が覆ってるっていうような形です。実はですね、アスタリッサの方がこの周りに使われているモノ芯がちょっと柔らかいんですね。で、トワルソンゴールドの方が、ちょっと弾き重視っていうところには、数字をなってますが、まあ、それが今日インプレしていただいてどう感じるかっていうところと、あとはこのラケットですね、このバージョン3に、果たしてこの2種合うのかどうかっていう、これどちらも、280g に今回貼らせていただきまして、で、まあ、ナイロンモノを45ポンドと貼っております。いかがでしょうか。予想通りというか、なんか予想外なのかあれですけど、あの、まあ、トワゴールドを先に出してもらってアスタリスタと順番でしたけど、まあ、まあ、コロナケット打つのは今日で 3回目、はい、3本目の査定ですからね、なるわけですけど、まあ、いろいろなストリングをこうまたぎながらナイロンモノに着地したわけですが、とりあえずナイロンモノを貼ったトワゴールドを貼ったトワルソンゴールドを貼った感触がなんとなく一番しっくりくるっていうのは、硬さっていうのはやっぱりこうしっかりある、ナイロンモノらしい硬さはあるんですけど、やっぱナイロンなのでこの弾き出しっていう感覚、あとはちょっとポリエステルと比べればたわん戻りっていうのもあるので、そういう部分では非常によく飛んでくれる感覚、弾いて飛んでくれてるっていう感覚があると思うんですよね。バイオロジックのようなナイロンマルチに貼ると少しこうたわみが大きすぎて掴んでる時間が長いがゆえにちょっと飛ばない感覚が出てしまった部分をしっかり弾いて飛ばしてくれるこのナイロンものがよく活かされてるんじゃないかなと思いました。で、トワルソンゴールドを打った後にこのアスタリスタの方を打たせていただいたわけですが、あ、これが一番いいね。トワルソンゴールドと比べれば柔らかさがあって飛び感もあるし、バイオロジックを打ってポリエステルを打ってナイロンモノに着地したわけですけど、一番回転かかる感じがしてよく飛んでくれて、なんかラケットが中圧系の中圧ラウンド系のフレームのラケットってこんな感じだよねっていうのが一番このアスタリスタを張った時の感覚が一番出たかなというところなんです。結果的にトワルソンゴールドと比べればアスタリスタの方がちょっと柔らかさがあって、たわみ戻りもあって、アシスト感が全体的に強いストリングだと思うんですよね。なので結果的に言っちゃうと、これラケットとのマッチングをした時にちょっとボックスのラウンドの中ではちょっと飛ばないよねって思ってた部分の飛びっていうアシストが出てくれてちょうど良かった感覚だったと思います。構造でいくと本当に先ほど言いました、柔らかいナイロンモノの中に1段階硬いこの、芯ですね、この部分、アスタリスタの星の部分、これが入っていることによってやっぱ打った瞬間まず柔らかさが出るんだ、ね、
て中のこの芯がしっかり弾き返してくれるので、いわゆる柔らかくて飛ぶっていう相反するところを実現できたナイロンのベストかなと思ってます。なので、まあ、さっき言ったちょっと食いつき感があるっていうのもトワルソンゴールドだとやっぱり弾き、弾きっていう特性なんです、アスタリッサの場合は、柔らかさの中に弾きがあるっていう、こう二段構えなので、こういうこだわりっていうのが、こうナイロンの界では珍しいんですけれども、まあ、それを実現できているのがこのアスタリッサの強みかなと思います。まあ、改めて僕も久しぶりにこれアスタリッサを打たせていただいたんですけど、こんなに柔らかかったか、こんなに飛んだかっていうイメージだったので、ナイロンモノ系の中でも、ね、よく飛ぶっていうと、ね、トワルソンさんだと TNT とかはあると思うんですけど、 TNT と比べるとちょっとたわみは小さいけどシャープに弾き飛ばしがあるような感覚の飛び感になるので、それよりシャープな感覚が欲しいっていう方には、こういうアスタリッサでパワー感をプラスしながらシャープな打球感を維持してもらえると非常にマッチングをさせやすいんじゃないかなと思うので、まあ、今ナイロンモノってバリエーションとしてもそんなに多くはないんですけども、こうやって種類はもちろん今でも、ね、長くあるものはもちろん当然ありますから、ぜひそういうところも皆さんに、ね、注目していただければなと思います。実は本当10年前登場した時は、まあ、ナイロンモノのいろんなものを、比べた中ですごくいい数値が出たっていうところが走りなんです、なので色っていうのは戦略で、本当はこの、作り方構造っていうところがアスタリッサの一番の武器になります。いや本当に良かった、ちょっとびっくりするぐらい、このアスタリスタ、やっぱりうちのトワルソンのラケットのストリングの中で一番売れてるっていうのはうなずけますし、回転とまた回転量っていうのはこれ違うわけですよ、けど回転のかけやすさ、こうシャープさっていうことにおいて言えばやっぱりダントツですね。で回転量ってなるとこれはポリアイアプラスの、なんていうんですかね、落差がある感じですね。そうですね、だからこう弾み方はポリアイアプラス、ボールの伸びはこのアスタリスタの方がすごくこう打った瞬間にそれを感じれるので、このアスタリスタっていうのは本当に、ぜひ打ってない方には試していただきたいな、それぐらいやっぱりうちのトワルソンの代表作なので、改めてそれを感じさせてもらいました。はい、いやこれ本当にいいね。ありがとうございます。正直構造での違いというのは私もちろん全て把握はしてるんですけれども、実際打っていただいて、ナイロンものでここまでこうリアクションの差といいますか、打った感触の違いっていうのが、こんなにはっきり、おっしゃっていただけるとは正直思ってなかったので、はい、それがやっぱりアスタリスタっていいんだなって、すごくいいチョイス、はい、ちょっとびっくりしましたよね。いやどう、こんなに差が出ると正直ちょっと、まあ同じナイロンモノだからってやっぱりくくりはあるとは思うんですけど、同じナイロンモノってくくりの中でもやっぱりこれだけ差があるよっていうのをね、皆さんにもぜひ体感していただければと思います。まあ言っていいのかな、こっちから向こう見てやっぱ進化したなっていう、すごくで、今うちのこう今こんなにこれを打ったのはね、僕初めてなんですけど、ちょっとは打ったことあるんですけど、うちのジュニアとかにやっぱ色がいっぱいあるので、推奨 の、 ガットなんですね。でまあ本当に癖がなくて、はい、すごく子供なんかにもいいガットだと思いますので、はい、ぜひ使っていただきたいと思いますね。ラケットの良さをね、やっぱりより引き出してくれるのは、ストリング以外にはないと思います。ラケットを選んでもうちょっとこうしたいよ、ストリングのアレンジなので、その足し算をうまく、はい、皆さんもね、楽しんでいただければと思います。今日はこれぐらいでよろしいですか。はい、ありがとうございます。大満足自己満足かです。村上さんからのご満足のコメントもいただけたし、ね、そうですね、いやなかなかね、本当に遅いよ出してくる、はい、それぐらい良かったですよ、本当に。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、これが一番いい。いいストリングだな。はい、これが一番いい。中圧っぽいラケットの飛び方になる。中圧のラケットの飛びに変わったっす。ストリングでそこまで変化するって。球が一番球持ち上がるもんね。打ってもちゃんと入るし、Yeah, right.